こんにちは、工場長です。今日はタイトルサムネイルの通り、鬼滅の刃の一番くじ引いてきました。でもね、この雰囲気から見て伝わっているでしょうか。最初に言っていい？炎症出たんですよ。引く瞬間ね、動画撮ってなくて普通に引いて帰ってきちゃったんですけど、とても嬉しい結果だったので、今日はそちらご紹介していきたいと思います。で、鬼滅の刃一番くじ、今回はなんと女の子、とっても嬉しいコフレです。内容をご紹介していきたいと思います。12月19日の土曜日より順次発売されていくみたいです。私は新宿の丸いアネックスのアニメイトに行って引いてきました。で、混んでるかなって思ったら、そこまで混んでなくて、その隣でやってた呪術廻戦の方の一番くじの方が人気あって並んでたんですよね。で、しかもね、無制限に引いて良いんですって。呪術廻戦の方は3回、1人3回までだったんですけど、鬼滅の方は制限なく引いてもいいですよと言われたので、私は10回引いてきました。で、そして今回の内容、こちら A 賞コスメパレット、そして次 B 賞チーク、これもさ欲しいよね、パッケージが可愛い。そして C 賞ハンドクリーム、個人的にめっちゃここ熱かった、欲しかった。それぞれのキャラクターモチーフになってるんですけど、香りまでね、それぞれのキャラクターをイメージした香りになっているそうです。そして D 賞シングルカラーアイシャドウとかですね。で、 D 賞のキャラクターは炭治郎くん、ねずこちゃん、善逸くん、伊之助、かなおちゃん、玄也くんもいたんだ、あと玉代様、ゆしろ、村田さん、その9人のイメージしたカラーのもの。そして次 E 賞、 E 賞も D 賞もね、どっちも嬉しい内容だと個人的には思うんですけど、 E 賞の方がシングルカラー中合会議ということで、9人の柱をイメージしたカラーのアイシャドウっていうかね、これアイシャドウにも使えるし、チークにもリップにもハイライトにもオールマイティーに使えるみたいです。そして最後ラストワン賞はポーチということで、今回私の当たったものこちらです。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、 A 賞が1枚、そして D 賞が4枚、 E 賞が5枚です。いや、ハンドクリームがね、当たんなかったのがちょっと残念だったんですけど、 A 賞出たからすごく満足して帰ってきちゃいました。ありがとうございます。で、ここに物が入ってるんですけど、出していきたいと思います。でね、びっくりしたのがランダムなんですって。シングルカラーはシングルカラーでも、中何が入っているか分かりませんっていう、そういう感じなんだって。あんまり私一番くじって引いたことなくて、すごく新鮮な気持ちですね。え、何が入っているんだろう、開けていきたいと思います。工場長のチャンネル、こちらが今回当ててきたものです。嬉しい。ちょっと先に開けちゃう？こっち側もね、中身何入ってるかが分かんないから楽しみなんですよね。こっちはネットにもう中身の方出てるじゃないですか。だからまあその通りなんですけど、それでも嬉しいですよね。意外と大きい、びっくりする。よいしょ。うわー、かわいい。和なんだけどパステルカラーで、夢カバー、こんな感じ。おしゃれですね、後ろ側。なんかパッと見鬼滅ってさ、すごいわかんないから、普通に持ち運びやすいんじゃない？こういうキャラグッズってさ、結構一目私気にしちゃうんですよね。めっちゃ可愛い。ここにいるんだ、ねずこと炭治郎くん。そしてこちら、このパレットにはアイシャドウ5つとチーク3色がセットになっているそうです。上の方はねずこちゃんをイメージした色で、下の方は炭治郎くんをイメージしているみたいです。この色がね、炭治郎くんの髪の毛で、こっちが羽織の色。アイシャドウだけじゃなくてもアイブロウとかにも使えますっていう感じですね。チークの色とかもさ、すごい使いやすい色味揃ってて、とても嬉しい。っていうか、多分これ使うのもったいなくて、多分私これ使えないです。でも使わないのももったいないんですよね。あ、ちゃんとここ磁石でさ、ちょっとパンって止まるようになってます。それでは続いてこちら見ていきたいと思います。まずはこっち、中合会議の方から開けていきましょう。シングルカラー中合会議、中身はこちらです。じゃじゃん。あ、説明書、誰だろう。ででん、なんかめっちゃ包まってて中身が見えない。緑色っぽいけど違う。あ、これってまさかさ、姫島さん系書いてんのかな、どっかに。鬼滅の刃、あ、下に書いてますね。サネミ品津川、品津川さんだ。
品津川さんカラーはこういうカラーなんですね。深みのある緑っていう感じ、こういう色私好きです。大人っぽ、めっちゃいいよ。続いて2つ目です。かぶんなければさ、すごく嬉しいな。でれん、おー違うキャラだ、誰でしょう。この色はうずいさんだ。派手派手だの割にはちょっと地味な色、結構渋めですね全体的に。まあまあまあ、でも使いやすいに越したことはない。そして次です。誰でもいいんですけど、やっぱ個人的にはしのぶさんかみつりちゃんは来てほしいなって、そんな気はしてます。あ、この色さみつりちゃんじゃない？かわいい、めっちゃかわいい、嬉しい。みつりちゃんです。ここのパッケージのところもさ、みつりちゃんのマーク、あざの形、そしてピンク色、結構濃いめのピンクですね。すごいかわいい。あとはしのぶさんが来てほしいですね。じゃん、はい出ました、煉獄さんです。炎メラメラなパッケージです。中身は見ての通り赤色です。濃いしのぶさん、じゃん、リグロさんだ、ヘビーこんな感じです。それではこちら D 賞のシングルから見ていきたいと思います。個人的にはねずこちゃんが欲しいかな。じゃん、誰の色だろう。ででん、一つ目から炭治郎くん。ちょっと見にくいんですけど、あの役女の面見て、めっちゃ可愛い、すっごい可愛いパッケージ、役女の面です。で色はこちら緑色、サネミさんとは全然違う緑ですね。二つ目、ででん、ピンク色じゃない。じゃん、おー、かなおちゃんです。使いやすそうなピンク色。そして次です、三つ目、でん、また違う色が来ました。あ、待って、これ私の好きなキャラクターかもしれない。かわいい、イノスケパッケージ見て、これイノシシの面がついてる。で、イノスケカラー水色です。すごいかわいい。最後です。最後こう来たらさ、善逸くん来てほしいですよね。じゃん、じゃじゃん、ゆしろうくん、なんか上品ですね。すっきりとした感じ、中身はこんな感じ。かわいい色、明るめのグリーン、私今使っている色にすごく似てます。嬉しい。ということで今回の戦利品こちらでした。ということで今日は鬼滅の刃の一番くじ、一番コフレ鬼滅の刃っていうタイトルみたいなんですけど、そちら当たったものをご紹介していきました。で、一番くじって私コンビニでしかやってないものだと思ってたんですけど、びっくりびっくり。今回私が行ったアニメイト、あとね書店とかホビーショップ、ジャンプショップ、ドラッグストア、あとゲームセンターとかでもやってるんですって。気になる方よかったら行ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。